ユーゴスラビア。ユーゴスラビアは、かつて南東ヨーロッパのバルカン半島地域に存在した南スラブ人を主体に合同して成立した国家の枠組みである。国名として、ユーゴスラビアを名乗っていたのは1929年から2003年までの期間であるが、実質的な枠組みとしては1918年に建国されたセルビア人、クロアチア人、 スロベニア人王国に始まり、2006年に解体されたセルビア・モンテネグロまでを系譜とする。また、その間に国名や国家体制、国土の領域についてはいくつかの変遷が存在する。詳細は国名の項目を参照。なお、ユーゴスラビアの名は解体後の現在においても、政治的事情により、構成国の一つであったマケドニア共和国の 国際連合等における公式呼称であるマケドニア旧ユーゴスラビア共和国して残存している。その国際的位置から7つの国境、6つの共和国、5つの民族、4つの言語、3つの宗教、2つの文字、1つの国家と形容される。首都はベオグラード。1918年にセルビア王国を主体としたスロベニア人、クロアチア人、 セルビア人国、セルブイコールクロアートイコールスロベーヌ王国として成立。1929年ユーゴスラビア王国に改名された。1945年からは社会主義体制が確立され、ユーゴスラビア連邦人民共和国と解消された。1980年代後半の布教によって、各構成国による自治・独立要求が高まり、 1991年からのユーゴスラビア紛争により解体された。その後も連邦に止まったセルビア共和国とモンテネグロ共和国によ1992年にユーゴスラビア連邦共和国が結成されたものの2003年には緩やかな国家連合に移行し国名をセルビアモンテネグロに解消したためユーゴスラビアの名を冠する国家はなくなった。この国も2006年に モンテネグロが独立を宣言。その後まもなく、セルビアも独立を宣言し国家連合は解消、完全消滅となった。ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の6つの構成共和国はそれぞれ独立し、スロベニア、クロアチア、ボスニアヘルセゴビナ、セルビア、モンテネグロ、マケドニアとなっている。また、セルビア国内の自治州であったコソボは2008年に、 セルビアからの独立を宣言した。コソボを承認している国は2015年8月の時点で国連加盟193カ国のうち110がセルビアをはじめとするコソボの独立を承認していない国々からは依然コソボはセルビアの自治州とみなされている。バルカン半島に位置し北西にイタリア、オーストリア、北東にハンガリー、東にルーマニア、ブルガリア、 南に、ギリシア、南西にアルバニアと国境を接し、西ではアドリア海に面していた。ユーゴスラビアはスロベニア語、およびセルビア、クロアチア語のラテン文字表記で、キリル文字表記で、日本語での表記はユーゴスラビアもしくはユーゴスラビアで、ある。しばしば、ユーゴと略される。ユーゴスラビアは、南スラブ人の土地を意味し、南スラブ人の独立と統一を求める。 ユーゴスラブ運動に由来している。国家の名称としては、1918年のセルビア人、クロアチア人、スロベニア人国の成立の頃より通称として用いられていたが、アレクサンダル一世統治時代の1929年に、これを正式な国名として、ユーゴスラビア王国と解消された。第一次世界大戦中、ハンスラブ主義を掲げて、 オーストリアと戦ったセルビアは、コルフ宣言を発表し、戦後のバルカン地域の枠組みとして、すでに独立していたセルビア、モンテネグロに合わせて、オーストリア・ハンガリー帝国内のクロアチア、スロベニアを合わせた南スラブ人王国の設立を目指すことを表明した。1918年に第一次世界大戦が終了し、オーストリア・ハンガリー帝国が解体されると、クロアチア、 スロベニアもオーストリア・ハンガリー帝国の枠組みから脱却して南スラブ人王国の構想に加わり、ルビア人、クロアチア人、スロベニア人王国、セルブイコール・クロアートイコール、スロベーヌ王国が成立した。憲法制定までの暫定的な臨時政府はセルビア人によって運営された。また、1920年の政権議会選挙によって成立したニコラ・パシッチ内閣。 旧新党、民主党連立は、セルビア人主導の中央集権的な政治体制を目指しており、文献的、連邦主義的な政治体制を望む、クロアチア共和農民党などの非セルビア人勢力と対立した。結局、パシッチは、旧セルビア王国憲法を土台とした、ビドブダン憲法を制定した。こうして、セルビア人主導の中央集権化が進められ、 歴代首相や陸海軍大臣、官僚の多くは、セルビア人で占められたため、クロアチア人などの不満は大きなものとなった。1928年、クロアチアの民党、共和の民党から解消のスティエパンダ・ラディッチが暗殺されたことは、私的混乱を深めさせ、1929年10月3日には、国王アレクサンダルが憲法を停止して独裁制を、布告し、 ユーゴスラビア王国と国号を変更した。国王アレクサンダルは中央州県下を進めるとともに、ユーゴスラビアという単位での国民統合を起とした。ビドブダン憲法で定められていた33の地方行政区、オブラストを再編し、歴史的経緯などによらない自然の河川などによって、確定された9つの州、バノビナを配置した。 1931年に新憲法を布告し、中央集権主義と国王独裁を強めた。このため、連邦制、地方自治を求めるクロアチア人の不満は一層高まることになった。1934年、国王アレクサンダルがフランス外相と共にマルセイユで暗殺され、ベータル二世が即位した。この暗殺は、クロアチアの民族主義組織ウスタ社や、 マケドニアの民族主義組織、内部マケドニア革命組織によるものと考えられている。アレクサンダル暗殺後は、クロアチアの要求を、ある程度受け入れる方針に転換し、1939年には、クロアチア人の自治権を大幅に認め、クロアチア自治州を設立させることで妥協が成立した。しかし、クロアチア自治州の中にも多くのセルビア人が住む。一方、 自治州の外にもクロアチア人は多く住んでいること、またその他の民族も自治州の内外に分断されたり、自民族の自治が認められないことから多くの不満が起こり、結局この妥協はユーゴスラビア内の矛盾を拡大しただけで終わった。一方、クロアチア人による民族主義グループのウスタ社は、クロアチア自治州の成立だけでは満足せず、さらに、 クロアチアの完全独立を目指し、この妥協を否定し非難した。ドイツの身長と同国への経済依存度の高さから、ユーゴスラビア王国政府はドイツへの追従やむなしとして、1941年3月25日には、日独クイ国軍事同盟に加盟した。しかし、これに反対し、ユーゴスラビアの中立を求める国軍は、3月26日から27日夜に、 かけて、クーデターを起こし、新独政権は崩壊した。新政権は、中立政策を表明し、三国同盟への加盟を維持すると表明する一方で、同盟としての協力義務を実質的に破棄し、中立職を明確にした。4月6日未明には、ソ連との不可侵条約に調印したが、条約調印から6時間後には、ドイツ軍が、イタリア、ハンガリー、 ブルガリア等の同盟国と共にユーゴスラビア侵攻を開始し4月17日にユーゴスラビアは降伏したドイツはユーゴスラビアを分割占領しクロアチア地域ではウスタ社を新しい地域の犠牲者として承認し同盟を結んだその他のユーゴスラビアの領土の一部はハンガリー、ブルガリア、イタリアへと引き渡され残されたセルビア地域には ドイツ軍が軍政を敷くとともに、ミラン・ネリッチ将軍率いる、新独海来政権、セルビア旧国政府を樹立させた。ウスタシ社は、ドイツの支援を受けて、ユーゴスラビアを解体し、クロアチア独立国を成立させた。クロアチア人は、セルビア人への復讐をはじめ、野生の罰などの強制収容所に、セルビア人を連行して殺した。 ドイツに侵攻されたユーゴスラビア王国政府は、イギリスのロンドンに亡命政権を樹立し、ユーゴスラビア王国軍で主流だった、セルビア人将校を中心としたチェトニックを組織して、ドイツ軍に対抗た。しかし、旧来のユーゴスラビア王国内の矛盾を内包した、チェトニックは、士気が低く、クロアチア人を虐殺するなどしたため、セルビア人以外の広範な支持を広げることがなかった。代わって、 ドイツに対しての抵抗運動をリードしたのは、後の大統領のヨシップ・ブロズ、チトー、ティトーの率いるパルチザンだった。パルチザンは、ドイツ軍に対して粘り強く抵抗し、ソ連軍の力を、東欧の国で唯一借りず、ユーゴスラビアの自力での解放を成し遂げた。大戦中の1943年に成立した、ユーゴスラビア民主連邦は、社会主義を標榜し、 新たな国家体制の構築に奔走した。戦後、自力でユーゴスラビアの解放に成功した地頭は、王の帰国を拒否し、ロンドンの亡命政権を否認、ユーゴスラビア連邦人民共和国の成立を宣言した。戦後の政権党となったユーゴスラビア共産党、1952年にユーゴスラビア共産主義者同盟と解消は、1948年に地頭が、 ヨシフ・スターリンと対立して、コミンホルムを追放されて以降、ソ連の支配から外れ、独自の路線を歩むことになる。ユーゴスラビアは、アメリカが戦後のヨーロッパ再建とソ連への対抗策として、打ち出したマーシャルプランを受け入れる姿勢をとり、東ヨーロッパ諸国を衛星国として取り込もうとしていたソ連対立した。ソ連と対立したため、 東ヨーロッパの軍事同盟であるワルシャワ条約機構に加盟せず、1953年にはギリシャやトルコとの間で集団的自衛権を明記した軍事協定を結んで北大西洋条約機と事実上間接的な同盟国となる。社会主義国でありながら1950年代は米国のの対象となって M47 パットン、M4 中戦車、M36 ソン。 M18 駆逐戦車、m 3軽戦車、M8 走行車、M3 走行車、M7 自走砲、M32 戦車回収車、M25 戦車運搬車、GMCCCKW、M3 ハーフトラック、M4 トラクター、で、ハビランドモスキート、P-47、F-86、F-84、T-33 など、 大量の西側の兵器を米英から供与され、1960年代には、スターリン批判でニキータ・フルシチョフが指導者になったソ連と和解して東側の軍事支援も得た。その中立的な立場から国際連合緊急軍など国際連合平和維持活動にも積極的に参加し、冷戦下における安全保障策として非同盟運動の恩、 アラインメントムーブメント、ノムを始めるなど、独自の路線を打ち出した。その一方、ソ連から侵攻されることを念頭に置いて、兵器の国産化に力を入れ、特殊戦考艇なども開発した。ユーゴスラビア連邦軍とは、別個に、地域防衛軍を配置し、武器も配備した。地域防衛軍や武器は、後のユーゴスラビア紛争で利用され、武力衝突が拡大する原因となった。 社会主義建設においてソ連との違いを打ち出す必要に迫られた結果、生み出されたのがユーゴスラビア独自の社会主義政策とも言うべき自主、管理社会主義である。これは生産手段をソ連流の国有にするのではなく、社会にし、経済面の文献化を促し、各企業の労働者によって経営面での決定が行われるシステムだった。このため、ユーゴスラビアでは、 各企業の労働組合によって社長の求人が行われる他のシステムとは全く逆の現象が起こった。この自主管理社会主義は必然的に市場を必要とした。そのため地域間の経済格差を拡大させ、これが後にユーゴスラビア紛争の原因の一つとなった。加えて市場経済の完全な導入には踏み切れなかったため、 不完全な形での市場の発達が経済成長に悪影響を及ぼす矛盾も内包していた。第2のユーゴスラビアは、スロベニア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、セルビア、モンテネグロ、マケドニアの6つの共和国と、セルビア共和国内のボイボディナとコソボの2つの実地によって構成され、各地域には一定の自治権が認められた。 これらの地域からなるユーゴスラビアは多民族国家であり、その統治の難しさは後に、7つの国境、6つの共和国、5つの民族、4つの言語、3つの宗教、2つの文字、1つの国家と表現された。このような国で戦後の長期間にわたって平和が続いたことは、地頭のバランス感覚とカリスマ性によるところが大きいとも言われる。 1963年には国語をユーゴスラビア社会主義連邦共和国に解消。1974年には6共和国とに自治州を完全に同等の立場に置いた新しい憲法が施行された。1980年に地頭が死去すると各地から不満が紛失した。同年にコスボで独立を求める運動が起こった。スロベニアは 地理的に西ヨーロッパに近いため経済的に最も成功していたが、1980年代中頃から南側の共和国や自治州がスロベニアの経済成長の足を引っ張っているとして分離の機運が高まった。クロアチア人は政府がセルビアに牛耳られていると不満が高まり、セルビア人は自分たちの権限が抑え込まれすぎているとして不満だった。 経済的な成長が遅れている地域は社会主義でないこと、経済的に発展している地域は完全に自由化されていない子に対して不満があった。東欧革命が起こって、東欧の共産主義政権が一掃されると、ユーゴスラビア共産主義者同盟も一党支配を断念し、1990年に自由選挙を実施した。その結果、 各共和国にはいずれも民族色の強い政権が樹立された。セルビアでは、スロボダン・ミロシェヴィッチ率いるセルビア民族、中心主義勢力が台頭した。クロアチアでは、フラニョトジマン率いる民族主義政党、クロアチア民主同盟が議会の3分の2を占め、ボスニア・ヘルツェゴビナでも、主要3民族それぞれの民族主義政党によって、議会の大半が占いられた。また、 モンテネグロ及びコソボ自治州とボイボディナ自治州では反関係革命と呼ばれるミロシェービッチ派のクーデターが起こされ実質的にミロシェービッチの支配下となっていた。1990年から翌1991年にかけてスロベニアとクロアチアは連邦の権限を極力制限し各共和国に大幅な自治権を認める。 実質的な国家連合への移行を求める改革を提案したが、ミロシェヴィッチが支配するセルビアとモンテネグロなどはこれに反発し、対立が深まった。1991年6月、スロベニア・クロアチア両共和国はユーゴスラビアからの独立を宣言した。西ドイツのハンス・ディートル・ヒゲンシャー外務大臣は、同年9月4日に、 欧州共同体内の合意形成を待たず、両国を国家承認することが戦争を防ぐと主張して、フランスやオランダ、スペインなど、他の加盟国やイギリス、アメリカ、ギリシャの反対を押し切って承認表明した。そして、デンマークとベルギーのみにしか理解されなかったまま12月23日に単独承認したことで、ユーゴスラビア破滅のきっかけを作った。 フランク・ウンバッハはドイツに引っ張られた EC の加盟国らの対応を批判して、ユーゴ連邦は EU の理念の達成のための犠牲となったと述べている。セルビアが主導するユーゴスラビア連邦軍とスロベニアとの間に10日間戦争、クロアチアとの間にクロアチア紛争が勃発し、ユーゴスラビア紛争が始まった。10日間戦争は極めて短期間で終結したものの、 クロアチア紛争は長期化し泥沼状態に陥った。1992年4月には3月のボスニア・ヘルツェゴビナの独立宣言をきっかけに同国内で独立に反対するセルビア人と賛成派のクロアチア人、ボシュニャク人、ムスリム人の対立が軍事衝突に発展しボスニア・ヘルツェゴビナ紛争が起こった。同国はセルビア人、クロアチア人、 ボシニ人の昆虫がかなり進行していたため状況はさらに深刻でセルビア、クロアチア両国が介入したこともあって戦闘はさらに泥沼化した。1992年4月28日に連邦に止まっていた2つの共和国、セルビア共和国とモンテネグロ共和国によって人民民主主義、社会主義を放棄したユーゴスラビア連邦共和国、通称 親友後の設立宣言された。クロアチア紛争、ボスニア・ヘルゼゴビナ紛争は国連の調停や NATO の介入によって1995年のデートン合意によってようやく終結を見た。しかしセルビアからの分離運動を行うアルバニア人武装勢力の間では武力闘争によるテロ活動が強まった。また、 ボスニアやクロアチアなどの旧紛争地域で発生したセルビア人難民のコソボ軸への植民をセルビアが推進したこともアルバニア人の反発を招いた。1998年には過激派のコソボ解放軍クラと鎮圧に乗り出したユーゴスラビア軍との間にコソボ紛争が発生した。紛争に介入した軍による空爆などを経て1999年に 和平協定に基づき、ユーゴスラビア軍は、コソボから撤退した。コソボには、国際連合コソボ暫定行政ミッション、アンミックが設置され、セルビアによる行政権は排除された。ミロシェビッチは、大統領の座を追われ、ハーグの旧ユーゴスラビア国際刑事法廷、イクティに引き渡されたが、判決が下される前に死亡した。一方、 その人口規模の小ささから独立を選択せず、一旦はセルビアとの連邦を選択したモンテネグロでもセルビアに対する不満が高まった。人口比が反映された議会、政府は完全にセルビアによって運営されることになり、この間モンテネグロはセルビアと共に国際社会からの経済的制裁、政治的な制裁を受けることになった。 これに対しての不満が、モンテネグロ独立運動の端緒となった。モンテネグロは、過去の経験からコソボ紛争に対してはセルビアに、協力しない方針をとり、むしろ、アルバニア人を積極的に保護するなどして、国際社会に対して、セルビアとの差異を強調した。紛争集結後は、通貨、関税、軍事式系統、外交機関などを連邦政府から独立させ、 独立への外堀埋めていった。これに対して欧州連合は、モンテネグロの独立がヨーロッパ地域の安定化に必ずしも寄与しないとする方針を示し、セルビアとモンテネグロに対して一定期間の執行猶予期間を設けるを提示した。両共和国は欧州連合の提案を受け入れ、二千三年二月五日にセルビアとモンテネグロからなるユーゴスラビア連邦共和国は解体され、 緩やかな共同国家となるセルビア・モンテネグが誕生した。セルビア・モンテネグロは、モンテネグロの独立を、向こう3年間凍結することを条件として、共同国家の弱体化、できうる限りのセルビアとモンテネグロの対等な政治システムを提示した、モンテネグロは、共同国家の運営に対して協力的でなく、独立を諦める気配を見せようとしなかった。このため欧州連合は、 投票率50%以上賛成55%以上という条件でモンテネグロの独立を問う国民投票の実施を認めた。2006年5月23日に国民投票が行われ欧州連合の示す条件をクリアしたため、同年6月3日にモンテネグロは連合を解消して独立を宣言した。これをセルビア側も承認し、 欧州連合がモンテネグロを国家承認したため、モンテネグロの独立が確定した。これによって、ユーゴスラビアを構成していた6共和国はバラバラに解体されることになった。すべてカラジョルジェビチ家、1918年から1941年までは、カラジョルジェビチ家による王政。1945年以降は、ユーゴスラビア共産主義者同盟による一党を独裁。 ただし地理的に西ヨーロッパに近いことやソ連及びその衛星国と政治体制を差別化する必要があったことから比較的自由な政治的な発言は許される風土があったとされる。1989年にユーゴスラビア共産主義者同盟は一党独裁を放棄し複数政党制の導入を決定した。翌1990年に実施された自由選挙では セルビアとモンテネグロを除いて、非ユーゴスラビア共産主義者同系の民族主義的色彩が非常に強い政治グループが政権を獲得した。ユーゴスラビアの構成体一覧も参照1929年、中央集権化政策の一環として、それまでの33州、アブラストを改変して10の州、バノビナを設けた。1939年、 スベトコビッチイコールマチェク合意に基づき、サバ州、プリモリエ州全域とブルバス州、ドリナ州の一部を、クロアチア自治州として設定した。1945年以降は、社会主義体制が敷かれ、民族、あるいは地域ごとの共和国からなる連邦制を取った。1974年には憲法を改正し、セルビア共和国の一部である、ボイボディナ自治州とコソボ自治州、 各共和国とほぼ同等の地位へと昇格させた。1990年に初めて多党制が導入され、自由選挙が行われた。連邦の公正共和国で社会主義政策を放棄し、連邦からの離脱を望む勢力が伸び、ほどなくユーゴスラビアから独立していった。この過程で一連のユーゴスラビア紛争が起こった。1980年代の末期まで、 ユーゴスラビアでは、ソ連や他の社会主義国家とは一線を画した経済方式を導入しており、この経済方式を自主管理方式と呼んだ。ユーゴスラビアでは、生産手段である工場や工業機械のほかに、経営方針も労働者によって管理されるものとされ、その範囲内で経営責任者が労働者によって募集されるということもよくあった。 また、西側資本の受け入れにも積極的であり、西ドイツ当時のスニーカーメーカーだったアディダス社などがユーゴスラビアに工場を構えていた。通貨はユーゴスラビアティナール、セルビア人、クロアチア人が多数。この他に自らの共和国を持つ存在として、スロベニア人、モンテネグロ人、マケドニア人があった。ボシニ人も独自の共和国として、 ボスニア・ヘルツェゴビナを持っていたが、同郷は国内には、セルビア人、クロアチア人も多く居住しており、ボシュニャク人の人口は過半数に達しなかった。さらに、セルビア国内に、アルバニア人のために南部に、コソボ自治州が、ハンガリー人のために北部に、ボイボディナ自治州が設けられた。イタリア人も少数ながら一定の人口を要していた。これらの民族のいずれも、 ユーゴスラビアで過半数を占めることはなかった。ユーゴスラビアが存在した約70年近くの間に、これらの民族の間で根血が進み、自らをユーゴスラビア人であると名乗るものもあった。宗教は、スロベニア人、クロアチア人は主にカトリック、セルビア人、モンテネグロ人、マケドニア人は主に正教会、ボシュニャク人は主にイスラームである。第二のユーゴスラビアにおいては、 ボシュニャク人という呼称に変えて、ムスリム人という呼称が使用され、現在もそのように自称する人々もいる。言語は、セルビア・クロアチア語、スロベニア語、マケドニア語であった。セルビア・クロアチア語は、連邦解体に伴ってクロアチア語、セルビア語、ボスニア語の見事語に分かれたものの、相互の異は小さく、互いの意思疎通が可能である。また、スロベニアやマケドニア、 コスボなど、セルビア・クロアチア諸語が優勢ではない地域でも、セルビア・クロアチア語は共通語として広く通用し、ユーゴスラビア解体前に教育を受けた一定の年齢以上のものは、ほとんどがセルビア・クロアチア語を解することができる。また、セルビア・クロアチア語は、ラテン文字とキリル文字二つの聖書法があったが、ユーゴスラビアではこれら二つの文字は等しく、扱われていた。 サッカーの競合国のうちの一つだった。ワールドカップには1930年の第一回から出場している。ワールドカップでの最高成績は1930年及び1962年の4位である。ヨーロッパ選手権では1960年大会、1968年大会での準優勝がある。 年齢別の大会では1987年のワールドユースでの優勝がある。1960年代以降、ユーゴスラビアが国際的なタイトルに最も近づいたのは、ドラガン・ストイコビッチ、デヤン・サビチェビッチ、ロベルト・プロシネチキ、ズボニ・ミール、ボバン、スレチコ・カタネッツ、ナルコ・パンチェフを擁した1980年代後半になってからで、監督はイビチャ・オシムだった。 しかし1990年5月13日には、国内リーグのディナモ・ダグレブ・タイレットスター、ベオグラード戦で、試合開始前から暴動が発生するなど、民族対立が持ち込まれて、混乱をきたし、代表チームの結束も危ぶまれたものの、1990フィファワールドカップでは準々決勝で一人、少ないながらも優勝候補だったアルゼンチンに120分間でドロー。PK で敗退したものの、 1992年のヨーロッパ選手権の優勝候補に押すものがあとを立たないほど強烈な印象を残していった。しかし一方でユーゴスラビアの解体が進んでおり、1991年までに行われたヨーロッパ選手権予選を勝ち上がったものの、同年スロベニアとクロアチアがユーゴスラビアを離脱。さらに本大会直前になってボスニア・ヘルツェゴビナもユーゴスラビアを離脱。 ユーゴスラビア連邦軍がサラエボに進攻するにあたって、監督のイビチャオシムが辞任。国連はユーゴスラビアに対しての制裁を決定し、これにこうして FIFA、UEFA は、ユーゴスラビア代表の国際大会からの締め出しを決定。すでに開催国である、スウェーデン入りしていたユーゴスラビア代表は帰国し、ユーゴスラビアの解体とともに、ユーゴスラビア代表も解体してしまった。 この大会の優勝はユーゴスラビアに代わって出場したデンマークだった。ユーゴスラビアの経歴と記録はユーゴスラビア連邦共和国セルビアモンテネグロ、セルビアが引き継いでいる。旧ユーゴスラビア構成諸国家にも競合としてのユーゴスラビアの伝統は継承されている。1998FIFA ワールドカップではユーゴスラビア連邦共和国とクロアチアが出場し、 特にクロアチアは3位に入る活躍を果たした。またサッカーが盛んとは言えないスロベニアも2000年のヨーロッパ選手権本大会 2002FIFA ワールドカップと続けて本大会に出場しこれも大いによう驚かせた。さらに 2014FIFA ワールドカップではボスニア・ヘルツェゴビナも本大会初出場を果たし 2018FIFA ワールドカップではクロアチアが準優勝し さらに大きな驚きを呼んだ。こうしたユーゴスラビアの強さの秘密の一つとして、サッカーをアカデミックに捉える試みが行われたことが挙げられる。大学の講座の一つとして、サッカーのコーチングが教えられており、旧ユーゴスラビア出身の監督の多くはこれらの修士号や博士号を持っている場合が多い。また、旧ユーゴスラビア諸国出身のサッカー監督は、極めて多いと言える。 サッカー以外でもユーゴスラビアはスポーツ強国として知られ近代オリンピックの重要な参加国となった。夏季オリンピックには建国後最初の大会になる1920年のアントワープオリンピックが参加した。前身のセルビア王国としては1912年のストックホルムオリンピックで初参加。1924年のパリオリンピックではレオン・シツケリが 男子体操の個人総合と種目別の鉄棒で同国発のメダルとして金メダル2個を獲得した。第二次世界大戦後もオリンピックへの参加を続け、1984年には社会主義国発となる冬季オリンピックとして招致活動で札幌市を抑えてサラエボオリンピックを開催した。この大会ではユーレ・フランコがアルペンスキーの男子大回転で 銀メダルを獲得し、同国初の冬季メダリストとなった。また、同年に行われ、ソ連や東ヨーロッパ諸国が集団ボイコットを行ったロンゼルスオリンピックにも参加した。この時のメダル獲得総数18個、金7銀4銅7が、ユーゴスラビアのベストリザルトで、その次の1988年ソウルオリンピックでも12個、金3銀4銅5のメダルを得した。 有力種目はハンドボールと水球だった。男子ハンドボールはオリンピック種目に復活した1972年のミュンヘンオリンピックで金メダルを獲得し、その後もメダル争いの常連となった。男子水球はロサンゼルスソウル両大会で2連覇を達成し、ハンガリーと並ぶ世界最高峰の実力を見せつけた。しかしオリンピック活動も 各共和国の独立運動の影響を受けた。1992年のバルセロナオリンピックは男子サッカーのヨーロッパ選手権と同様ユーゴスラビアとの文化、スポーツ交流を禁じ国連の制裁対象となった。独立した各共和国の参加は認められたが、ユーゴスラビアの参加は不可能となった。ただし、国際オリンピック委員会 IOC は救済措置を検討し、 個人種目に限って、ユーゴスラビア国籍の選手を個人参加として、リツワキとオリンピック参加の下で戦うことを認めた。この個人参加選手は射撃で、銀一同二の計算個のメダルを獲得した。また、多くの選手がユーゴスラビアを離れたために競技力の低下が顕著となり、特に冬季大会では主力選手が皆、スロベニアに所属したため、1994年、 リルハンメルオリンピックへの参加を見送。内戦や空爆でスポーツ施設も多く、被害を受け、経済制裁によって、そのメンテナンスも難しくなった。ユーゴスラビアは1996年、アトランタオリンピックで正式メンバーとしてオリンピックに復帰し、金一銀一同にで計4個のメダル。2000年、シドニーオリンピックがユーゴスラビアとして最後の参加になった。 この大会では、男子バレーボールの金メダルなど、合計3個、金一銀一同一のメダルを獲得した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。